はい、レザーとジョニーのニコです。今日はハンドメイドベルトの、作り方、今作ってるので作りながら、ご紹介したいと思います。まず自分のうちの型紙にこう革に起こして、切断、うちのこの、先っぽは剣先みたいなこういう形じゃないんで、手で切ってます。で、こちら側も切って、で、エッジカッター、ヘリ落としで裏も、こんな感じになりますね。で、まあ穴開けて、で色染めて、コバ磨いて、仕上げるんですけど、うちの革は、ベンズレザーって言って、牛の背中の部分、うちは、四つん這いの動物なので、お腹の方はたるんでるんで、そこを取り除いた牛の背中の部分の皮、繊維のしっかりしてるとこ、後ろがこれぐらいしっかりしてこうこんなになってるやつは繊維がもう潰れてしまってるんで、伸びたり破れたりっていうのがあるんで、こういうとこ使いません。もう表もこんな感じでちゃいます。で、それの、5ミリやつ、ね、5ミリやつを使っています。で、巷にある3ミリ、4ミリとかは多いんですけど、5ミリが最近あんまり見ないようになってきましたね。僕はこの5ミリ最初は硬いですけど、使っていくと、だんだん馴染んでいくのが好き でやっぱりベルトはそうそう買い替えるもんじゃないと思うんで、だいたい 2,3 本持ってたら多分一生が、体型変わらへん方使えると思うんで、そういうのを購入してした方がいいと思います。
で、さっき言ってたヘリ落とし、これなんでするかっていうと、こう角が立ってるのはここ引っかかるんですよね。こうこれ引っかかると、こういうのも嫌ですし、ベルトループにベルトを通すときも、ここがあるよりない方がスムーズにすんなりといくんで、でここを磨き上げて丸くして、面よく見せるようにしてます。でこれがですね、昨日染めたのがこれですね。これ比べると曲がってるんですよね。うちのやつはまっすぐのをカーブさせてます、手で。でこれなんでするかっていうと、装着した時にこうした時にこれでね、まっすぐになるんですよね。でここんとこって力がかかって、よどんなお店のやつでもベルトを曲がってたりするじゃないですか。ここから変化する、一番バック表で、あらかじめ曲げとけばここにかかる負荷が逃がせれるんですよね。なのでこうやって曲げてます。でこのカーブベルトも牛の皮が例えばこんな感じで長方形、ベンズベルトってだいたいこういう長方形の資材で来るんですけど、これを僕はこういう風にまっすぐカットしてるんですよね。これがこう曲がってカットしてる、カットさせて売ってる店があるんですけどね。なのでここがデッドスペースになるんで、ここの分をこの金額にストレートよりもカーブの方が高いお店は乗せて売ってるんですよね。ただ繊維的に考えると、このカーブっていうのは多分伸びやすいんですよね。なのでまっすぐからこっからこういう風に曲げていく方が、こうやって手で曲げてるんですよね。ちょっと曲がってきた。こういう風に曲げた方が繊維はこう入ってるんで均等に曲がっていくんで、僕は強いと思ってます。こんな感じですね。でうちのやつは金額変わらないです。っていうかこれがスタンダードなんで、曲がってるのがこれで1万3800円消費税なので、スタンダードがこれなんで、全部のベルトこれにしてます。でこれにコバー磨きかけて、ボタンつけて、オイル入れて磨きかけて販売になります。で今ここ 2,3 ヶ月ぐらいずっとベルト作れなくて、欠品状態が続いてたんですけど、今週、明後日来週には一応全色赤、ヴィンテージ、ブラック、黒揃う予定なんで、店頭で、買っていただけます。よろしくお願いします。では。